車椅子になっちゃったからあいつはもうバイク乗れないだろうっていう風な形で囚われてしまう、そういった固定概念をもう打破したいと。本当にバイクに乗ることがもちろん感動的な部分かもしれないけども、それ以上にその車椅子になったからといってチャレンジする精神を止める必要はないというような形を皆さんに伝えていければ。そんなにいらないっすね。すずかだよ。すずかだぜ。すずかのストレートで、なんかスタート前っぽい ね。あれ今になって緊張しない？跳ねないで。ごめんっつって。待機をみんなやってるのってアホだな。